ございます。釣り子 TV です。本日2020年1月14日、いよいよシマノの最新リールの情報が公開されましたね。というわけで、手持ちのね、シマノのベイトリールいろいろと集まってもらったんですけども、朝ね、起きてあのネットとかをいろいろ見ていたら、いやー、いい情報がいっぱい出てましたね。特に黒田健志プロのですね、ブログと YouTube。ね、黒チャンネルでは最新のメタニウムのね、情報がわかりやすく出ていたのと、またね、ブログ、いろはにほへと、こちらの方にはね、文字で、さらにね、わかりやすくね、いろいろと細かい情報が記載されていて、というわけでですね、本日の釣り子 TV は、本日1月14日にリリースされたですね、シマノの最新情報を追っかけていきたいと思います。でね、黒田健志プロのブログ、なんとありがたいことにですね、この自分で撮ったね、メタニウムの画像については、リンクフリーで、自由に使っちゃってください、なんていう風にね、書いてあったので、というわけで、その黒田健志プロのブログに載っていた画像なんかを見ながらですね、あとはスペックなんかもいろいろ細かく書いていてくださったので、そこら辺でね、最新のシマノリールのね、情報を追いかけていきたいと思います。新しく出るリールは、メタニウムね、二重ニューメタニウムということになるみたいなんですけども、まあ、これと、まあ、ここら辺のね、こういったいいところをね、全部ね、組み合わせたような使いやすいリールに仕上がってくるよっていうことみたいですね。っていうのも、このね、バンタム。まあね、非常に今でもね、使いやすくて使ってるリールなんですけども、このリールに採用された、目玉の機構、コアソリッドボディ、なんとね、二重メタニウムにはこのバンタムで培ったコアソリッドボディの機構が組み込まれるっていうことで、どういうことかというと、まあこのコンパクトで非常に剛性感があってっていうのもね、ここを開ければ一目瞭然わかるんですけど、ここでね、こうやってこんな感じになってるんですね、バンタム。このカチッとね作られたボディね、この光合成でコンパクトでっていう、このボディがメタニウムには採用されるっていうことで、まずね、まあこれほんとね、自分なんか手小さい方なんで、ほんと握り込みがしやすくて使いやすい。だから、まあ結構ね、使ってはいるんですけども、一つね、まあなんというか、ちょっと重めのルアーが得意なリールなのかなっていう印象はあって、まあ決して軽いものが投げられないとか投げづらいっていうほどではないんですけども、どちらかというとこのスプールとか全ての要素が組み合わさって、まあ自分の釣りで言うと、例えばアラバマリグを投げる釣りとか、この16ポンドラインとか、太いクロロカーボンラインをがっつり巻いて使う釣りね、マグナムクランクの釣りとか、そういったね使いではね非常に使いやすいんですけども、まあこういった、コアソリッドボディの本体に去年ね19アンタレスに搭載された MGL スプール3、これがね搭載されるっていうことなんですよね。というわけで、まあ、MGL スプールっていうことで、シマノで言うと、70番台のスプールなので、およそ12ポンドが100メートル巻けるよ、ね。そういった、ラインで使うのに使いやすいルアーに非常に適しているよということみたいなので、まあ、これはこれでね、従来通り使うとして、メタニウムね、まあ、ちょっとほんとね、買おうと思ってるんですけども、ただまあこういったリールだとちょっと気持ちね投げづらかったですね。ミノーのね、まあ10センチから12センチぐらいのミノーとか、まあ8センチぐらいもいけるかな。そういったミノーを DC ブレーキはついていないので、まあ MGL スプール3の特性をうまいこと活かしてですね、スパーンと気持ちよく投げて、で操る。こういった釣りに適してくるんじゃないかなということが予想されていて、というわけでまずはですね、この
コアソリッドボディに、MGL スプール3ね、これが、合体したスペシャルリールだよっていうのがね、情報としては出てきております。で、大きさはね、このバンタムとねほとんど同じぐらいっていうことみたいで、だからこうほんとね、この小さな手でこう握り込んでもキュッて握れるこのバンタムとほとんどね大きさが変わらないようなサイズ感のようなので、まあ手の小さい人とかね、あとは女性なんかも使いやすいリールになってくるんじゃないかななんて期待ができます。で、中のところで見ていくと、今までですねアルミ系のジュラルミン素材だったギアがブラスギアに変わるっていうことで、重くねブラスだからなる、ブラスギアなんだけど、まあちょっとね剛性感はさらにアップするっていうことなんだけど、ポイントとしては前回出たメタニウムとほぼもうね重さ変わらず、ジュラルミンよりよりね剛性感のあるブラスギアに変更されるっていうことみたいですね。まあこれによってリールのトータルとしてのね持ち、まあやっぱりねすごいね、シマノのリールね、シルキーなこの巻き心地、まあ例えば去年出たこのカルカッターコンクエスト DC200 とかね、まあ今でもヌル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 で負けているんですけども、まあやっぱりそのギアの素材によってはね、ある程度ずっと酷使したりするとちょっとへたっちゃうことがあるかもしれないね。そこがより強力なね丈夫なブラスギアに変更されるっていうことで、非常にですねシルキーなヌメヌメとした巻き心地が結構長い期間ですね楽しめちゃうんじゃないかなっていう、ここら辺がね、期待されております。で、まあだからまあアンタレスとこのバンタムとか、今まで最近出たいろいろなシマノのハイスペックなところのいいところをちょい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 ガッてねつまんでこう一個に合わせたようなね、そういったリールになるみたいなんですよね。で、あと嬉しいところが、先ほど標準のスプールは12ポンドが100メートル ×70 番台のスプールだよなんていう風にね話していたんですけども、それと同じタイミングで夢屋からのカスタムパーツとして8ポンドが100メートル負ける30番台スプールもオプションとしてそこで出てくるよっていうね、こういったアナウンスがされていたんですよね。いやー、これはねちょっとね嬉しくて、まあベイトフィネスまではいかないんですけども、ただまあちょっと軽めの、ほんとね、どちらかっていうと、そうですね、まあ、6センチから10センチぐらいのミノーとか、あとはちょっと小型めのクランクとかをね、テンポよくテンポよくとにかく打ってっていう時に、まあ、8ポンド100メートルっていうことは、例えば12ポンドとか14ポンドとかを、そこまでね糸巻き量フルに入れなくてもちょうどいいところまでねスプールが埋まるっていうことで、まあそういったちょっと、好きな太番手の糸を取り替えやすいようにですね、あとはワンキャスト分ぐらいずつ巻いてスパンスパンね入れ込んでいってっていうね、そういった使い方もしやすいのかな。またね、キャストフィーリングとかはね実際に、買ってみてね投げてみてじゃないとなんともわからないんですけども、取り急ぎですね情報は出てきたので、釣りフェスティバル、こちらにはね釣り子 TV でもね遊びに行こうと思っていますので、まずはね島のブースに行ってどれぐらいの握りなのかね、まあそういったところがね触れるのがやっぱりこういったねフィッシングショーとか釣りフェスティバルの一番いいところだと思いますので、この実際に持った感じと、あとね重さの感じとかですね、あとはメーカーの人にその新しいリールを作るにあたってのその技術特性とかね、そういったところもぐっと踏み込んでね聞いていければななんていう風に思っておりまして、で黒田圭司プロもねブースにいますので気になるところあったらどん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 聞いてくださいなんていう風におっしゃっていたので、まあできればねそういった本当テストに、携わった方なんかね、お声掛けしてですね、どんな感じなんですかってね具体的なところね、こんな、ルアーだとこういう感じでこういう意図で
こういうのが、で、こういう釣りが本当に使いやすかったよ、みたいな感じのね、情報なんかも聞いていければな、なんていうふうに思うんですけども、何にしてもね、本当、画像で見る限りも本当綺麗で、あとね、もう、なんだろう、その絵から伝わってくるだけで、まあ、あと実際にこのバンタムも使っているので、ああいうカチッとした合成感で、で、ちょっとね、軽くて、そして、非常に、使ってみたかった MGL スプール3ね、ちょっとね、去年アンタレスを買うのはね、見送ってしまったので、しばらく MGL3 の恩恵には預かれないかな。でもね、知り合いの人が使っていたりして、ほんとね、使いやすそうなんですよね。軽めのミノをね、スパンスパーンってね、トラブルなくね、気持ちよく投げていて、そんでバッタバッタとね、横で釣られたなんていうのもね、覚えているので、なんだろう、あれ使ってみたいなーなんて思ってたんだけど、アンタレス高いしなーと、どうしようとかなんかね、思って、まあ自分はね、これね、カルカッタコンクエスト、これローギアでね、欲しかったんで、こっち買っちゃったんですけども、まあ、MGL スプール3がついにね、自分もね、触ることができるようになるのかなって、まだ買ってもいないのにね、今妄想が膨らんでおります。まあね、この丸型リールとかはね、この BFS とか、DC とかね、出揃ってきたので、こういったね、ロープロのリールはちょっと、バンタム以来になるかなっていう感じなので、2020年ね、一発シマノのリール何か買いたいなーなんていうのは、ちょっとね、メタニウムを買っていこうかななんてね、妄想しております。というわけでですね、本日の釣り子 TV は本日2020年1月14日、いよいよシマノのリール情報が解禁されたよということで、メタニウムのですね、スペック、今のところで分かってるところ動画にまとめてみました。楽しみですね。というわけで、はい、釣り子 TV でした。